とだ。いや謎ですよね。フロリディの話は実はまだしてない気もしますね。そう、フロリディの話してくださいよ。フロリディの話、まあ僕がするわけですよね、うん、石橋さんからね、話するフロリディが僕の中でフロリディなんで、うん、僕ね、最近気づいたんですけど、あ、フロリディア、ネオフロリディア、ネオなの？始まってもいないのにネオになってネオなんだ。いや、なんかね、いや僕ね、最近気づいたんですけど、なんかね、こう演説みたいなのね、できない人で、なんかこう、会話の中で、あ、そうですか、なんかこう、そうですか、なんか上手そうですけど、そうかな、なんかね、会話とか質問されて答えるとかの時に、なんかちょっとこう、面白いことを言うっていうことに、なんか特化してる気がするんですよ、なんか僕の頭が。ただ、なんかね、なんか、ファーストクエスチョンいただいてみたいな、うん、なんか、すると嬉しいな、みたいな。ですね。なんかフロリディって話じゃないかもしれないですけど、うん、でね、まあ難しいな、情報倫理についてちょっと話をしたいなと思ってて、うん、今日に限らず石橋さんと、はい、結構いきなり深い話に来た。いや、なんか倫理学というか、まあその倫理観とかそういうのって、うん、多分これからこの1年2年3年ぐらいですごく流行ると思うんですよ。お、どうしてですか。どうして、倫理の話流行りそうじゃないですか。なんか数年前、震災直後にあのサンデルが大流行して、これから哲学の話をしようと、白熱教室が超流行って、やっぱ震災でみんなこうなんか指針みたいなの失ったタイミングで、ああいうこうちょっと、まあ、ある種フィクショナルだけど大きな物語じゃないけども、うん、哲学みたいなのがドーンと来たと。で、彼もだからサンデルの話も結構純粋な、なんかその、なんか存在論とか話じゃなくて、だから結構倫理と政治哲学の話じゃないですか、うん、そうそうそう、あれは。あれが流行ったことは。でもあれですよね、なんかそこサンデルの情報だけで周りのそのローティーとかそういうのがなんかこうすっぽ抜く、まあまあコミュニタリアン最強みたいな結論に持ってこうとする論の方でね、なんか その前のなんか何を乗り越えたかっていうのが説明いまいちなかったですよね。うん、僕もね、全部ちゃんと見たわけじゃないから、まあ、サンデルのちゃんとした本を読めばちゃんとっていうのが分かんない、まあ、でも多分あれですよね、あの NHK のあれ放映されたやつでも、うん、ロールズ批判とかはなんかやってる感じでしょ、多分。あ、そうですね、多分ノージックとかリバタリアンみたいなのがなんかこき下ろされて、うんうん、ちょっと触れられて終了みたいな感じですね。そうなんですよ。でコミュニタリアニズムが偉い的な話に持ってきたんですけど、多分カントとか結構やってるはず。あ、そうですね、カントやってコミュニタリアに来てるはずなんで、カントって確かそんな気がする。ちょっとカント割と最近今踏み台にされがちですね。ああ、そのまあ、ネガティブにっていうか相関主義批判的な古いものっていうか、なるほどね。あ、相関主義でいうと、またちょっとこれ後の話になるけど、多分フロリディはちょっと面白いかもしれないですね。あの、だからちょっとその相関主義でない部分が結構立場としては強い気がする。あ、その辺じゃあ話オブジェクト思考聞かせてもらっていいですか。あ、そっちでさっき。あ、いいよ、全然どんな順番でもいいんですけど。倫理学はね、いや、なんか倫理学の話もね、大事だと思いますけど。まあ、一言で言うと、くだらなくなりそうだなっていう。あ、その流行るとこう、そうそう、感触というか、なんかこう僕の予感があって、うん、いや、サンデルの分もまあ今思うと結構くだらなかったじゃないですか、うん、でまあもちろんなんかそれをね、あのそれどうくだらなかったかっていうのを分析は特にしてはないんですけど、まあ似たような感じで倫理学大事だよねっていうのがこれから言われそうで、でも実際大事なのはその倫理学をどの立場で話をするかみたいなところ で、うん、でそれってまあイデオロギーの話なんですけど、うん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 、でその各イデオロギーに対する客観性みたいなのがちゃんと持たれた状態でそこに突入してほしいな、うん、でもそれはちょっと難しいのかなとか思ったりとか。こんなね、頭の悪そうな本を買ってみたんですよ。シックスフォーダンス、フォーダミーズって何でしょうね、日本語で言ったら猿でも分かる的な、猿でも分かる倫理学ってみたいな本をね買ったりして、ちょっと英語でエシックスの勉強してみようかなみたいな。いや、僕もそんなに詳しくないんですよね。なんか
倫理学、メタ倫理学とかのフロリディオも、フロリディオもためにちょいちょいウィキペディアとかなんかハーバードの哲学家みたいなところのエンサイクロペディア的ななんかやつとか用語集みたいな感じで、そういうの見ながらなんかなんとなく読んでますけど、まあでもちょっとまとめて読んだら面白いのかなと思って、ちょっとでその倫理が流行りそうっていうのはなんか何が兆しを感じたりとかしたんですか。うーん、いや例えばまあすごい分かりやすいところで言うと、人工知能をどう捉えるかっていうところが一番分かりやすいんじゃないですか。人工知能か、確かにね。その辺で言うとフロリーとかも割と近い話かなと思うんですけど、あ、この前おっしゃってたけどなんかあのジョン・サールと論争とかを、そうですね、はい、なんか結構罵り合いみたいになってるよねそうですね全く的外れたみたいな感じで書いてある人面白いですね、だからデリダー、あ、オースチン・デリダーの戦いがあり、サール・フロリー、なんかところ繋がってるところが面白いですね。ああ、フロリーってのはそういう意味ではなんかちょっとこうエクリチュールみたいな問題にすごい近い話をしてると思いますよ。なんかそのだから、それで言うとだから、ね、パロールエクリチュールみたいな話じゃないんだけど、書かれたものとかそのヒストリーみたいなものっていうのが。そう、そういう話はかなりしてるんで、こっち側が映ってる。映んない。じゃあどうぞ。電池か、こっちか。あ、まあまあ、それ、なんだっけ、なんとか話になって、AI が、まあ、来るから倫理の話になったって話ね。なるほど。で、でそうだから倫理の話ってのと、あとじゃあ相関主義とかカントとちょっと違うみたいな話とかあると、じゃあそっちの話からじゃあ紹介、そうですね、なんかその倫理学の話はなんかあんまり何もならないですけど、広がりそうにないというか、なんかこっちの話してると、相関主義とかの話をしてると自然とこっちの倫理学の話の中心になる気がする。それは多分そのおっしゃる通りですね。それはすごい鋭い気がするんで、じゃあその道筋でちょっと乗っていきましょうか。フロリディさんね、僕考えるときに一つ日本の情報哲学っていうことで考えると分かりやすい対立校っていうのがあって、はいはい、まあ、西垣先生、あ、基礎情報学っていうのがあって、はいはい、あるいは情報学的展開ってコンセプトがあって、あの方のコンセプトは基本的に全ての情報は生命から発するっていうテーゼから発する発信、あれが原理なんですよね。それをどう解釈できるかっていうと、生命誕生以前の地球に情報はないし、生命絶滅後の宇宙に情報はないっていう話になるから、これ完全に相関主義ですよね。でフロリディはそれと違う、情報は情報としてそこにあるみたいな感じなので、そこは違う、明確に違う。情報存在論みたいな感じ。あ、そうそうそう、あのリアリズムですね、実在論みたいな感じですね。実在論、そうそうそう、情報実在主義みたいな感じですね。だからまあある種こう生物がいな生物が絶滅した後の、情報エージェントか AI とかだけがいる宇宙っていうのが肯定できるかもしれないフロリディだと。でも、普通に考えてそっちの方がなんか普通の世界観というか当たり前に来そうな世界観じゃないですか。そう普通っていうのがどのレベルの普通かとかとして、まあ、ただ広角機動体とかマトリックスとかね、僕の感覚からする僕の感覚もそうですけど、いやつまりなんか生物の生存可能な環境としての地球とかいろいろ失われた時に、じゃあ人類というか、なんていうかな、まあ人類でいいです、仮に人類がどう生き延びるかって考えた時に、生物として生き延びることが不可能なら情報的に生き残ろうっていうのはやっぱりあると思うんですよ、現実的にそうなったら、でそれが選べるコンピューティングテクノロジーとかがあれば、それは人々は選ぶ。
でそれを肯定できない哲学はダメだと思いますね。つまりなんかそれはどういう哲学かって言ったら、なんかなんだろう、生物じゃないならなんかダメでしょうみたいな、あの哲学ってことでしょ。だからそれは僕はダメだと思うんで、そういう意味ではフロリディさんの哲学とか情報倫理学はすごく、うん、すごく未来までこう通用するっていうかって思いますけどね、1万年後とかに通用するんじゃないかなみたいなこと思ってますけどね、うん、何なんで情報って言っちゃうんでしょうね。なんか情報は当たり前すぎて言わなくていいのにって最近、あ、そう、僕もねそれすごいね思ってて、なんだろう、ちょっと思いついたことがあったけど、なんかすると忘れしてるんだよな、なんだっけな、なんかね、それ思ったの、こうなんだろう、実世界のことを全部物理的ってわざわざ言ってるような感覚がすごいあるんですけど、うん、なんだったかなそれ、なんかこの前ピンときたんですよ、うん、なんだっけ、なんで情報というか、あ、そうだからね、基本的にあの彼の倫理学の全体像っていうのは、うん、生命倫理学にすごい似てるんですよ。つまり、うん、環境主義とか、うん、生命の尊重とか、うんまあ、生態系にとって害をなすものは悪であるとかね、そういったその環境倫理的なフレームワークとか全体像っていうものをアナロジーに使って情報に拡張してる。でこれはあのアナロジーとして置き換えるとかじゃなくて拡張ってから表現してるんですよね、うん、からつまりその、うん、生命倫理っていうものをそのまんま残したまま情報にまで倫理学、まあ、マクロ倫理学の範疇を広げるっていう時、うん、っていうことをまあやるために全ては情報だと、存在は情報であるっていうテーゼを立てて、うん、だからそこは必然性があるんですよ、情報っていうことに。なるほど、ね、うん、それを最近気づいた。それどの辺書いてるんですか。多分、いや、僕なんか考えてて気がついたから、あのひょっとしたらフロリディさん書いてないかもしれないし、下手したらそう思ってない可能性もあるけど、いや、これ僕の妄想っていう解釈、ね、いや、解釈大事、僕の解釈ではそうです。解釈がまあ、ちょっと批評的に言ってみたみたいなことです。だからそういうことで、だからでも、まあ、彼の本読んでるのはすごい明確に生命倫理のメタファーで情報倫理が語られてるんで、うん、でその拡張ってこともね、確か実際に書いてたはずなんで、うん、まあ、そこから遡ればなぜ全てを情報とみなすかっていうことは、まあ論理的にそういう話になるわけですよね、うん、そういう意味ではだからちょっと見方変えると、情報倫理みたいなものが分かりにくい場合は、いわゆるこう、じゃあ生命倫理とか環境倫理をまず理解するっていうか、うん、なんかそこからそれを情報に拡張したらって考えると、フロリディさんで言っていくとすごく分かりやすいはずで、うん、だから生きてるものっていうのが生命倫理とか環境倫理の範疇だとすると、うん、まあ、つまりなんかあの大気圏とか、あと何だっけ、水と岩石みたいな3つで、なんか地球のなんとか圏でプラス4つ目にインフォスフィア、情報圏があるみたいな、うん、とあると4つ目に拡張されてると。でそこに入ってくるのが AI とか、うん、なんかあのペッパー君的な、なんかこうコンパニオンロボットみたいなやつとか、うん、あるいは情報そのもの、ウィキペディアのあるページとか、うん、そういうのも入ってくるっていうことですよね。なるほどね、うん、なんかその、生命倫理学って、今パッとなんかこう思いつかないというか、あの辺だろうなっていうの思いつかないですけど、あ、ピーター・シンガーとか、あー、ピーター・シンガーとかですか、動物の権利とか、例えば、で、それと、それのアナロジー、動物の話になるとちょっとまた変わってきます。ボットとか AI の権利っていうのと、動物の権利って言ってるのは結構構造が近いじゃないですか。ピーター・シンガーの方が、ちらっとありましたね。ありましたっけ、あった気がする、確かに。ああ、近い、その辺にある、近い、ああ、あった、これだ、これだ、すごい、すごい。人間の視覚、人の本棚のスキャニング、スキャニング、すごいスキャニングが一瞬ですごいインデックスにして、Google ボットみたいな、Google ボットすぎるでしょ、人間なのかボットなのか怪しい。なんかその辺だから相関主義の話にすごく近いかなと思うんですけど、うん、その生命倫理って、うんうんうん、多分
なんか人間にとっての倫理学な気がするんですね。あ、そうそう、だからそう、相関主義っぽいところがフロイジさんの哲学に残ってる、あるいは倫理学に残ってるとすれば、やっぱりその人間中心にやっぱり考えたところで、やっぱりこうちゃんとフォローしておくと、人間中心主義っていうのを批判する形で、もともとはだから人間中心から生命中心って形で生物全体拡張したのがまず第一なんかあって、それを踏まえて生物から生物以外へ拡張したって形で情報倫理になってるわけですけど、でもそれはなんか人間を中心に置いた同心円にはなってるっていう意味では、おっしゃる通り相関主義とか人間中心的な思考ではある。でもなんかやっぱりここまでいくと面白いのは、だから逆になんか AI の逆襲じゃないけども、僕がさっき言ったみたいな生物として人間が生物であることをやめても、みたいなことが考えられるようになるのは、ある種その生命中心主義を捨てるメリット、だから何だろうな、数年前のアニメ映画でね、楽園追放っていうのがあって、室伏健さんがの脚本書いたやつで 3DCG アニメだったんですけど、それはなんかそういうね、なんか地球の軌道上に浮いてるスパコンの中で、まあ、人間が生きてるみたいな、でたまにそれをインカーネーションしてこうフィジカルな人間になって地球に降りてくる操作官がなんか地球での出来事を操作するみたいな話なんですけど、そうそうそう、なんかねそういうのもあるんですけど、そういう風なこう上でなんかビットになってる人類を肯定しうるかどうかっていう、やっぱりすごいね、あのスパンで見れば大きな問題だと思うんですよ。うーん、上でビットになってるってすごいですね。だからまあまさにね、あのある種だから情報化っていうのは抽象化でもあるし、概念化でもあるから、それはイデア界みたいな感じになる。オカルト化じゃないですか。ちょっとオカルトっぽくはなりますよね。そのなんていうかな、なんかサイバースペースっていう概念ってやっぱりすごいオカルト的なものと結びつくと思うんですよ。でそれでサイバースペースってね、フロイディさんも結構サイバースペースって言うんですよね。そこはなんかね、なかなかちょっとあの考える価値があると思ってて、で東博之さんの言論ゼロとか、まあ、以前からずっと一連一貫して、まあ、サイバースペース比喩がおかしいっていう議論をずっとされてるんですよね。確かにそれ一理あるなと思ってて、あのどっちかっていうとその、我々が見るスクリーンの平面みたいなものが問題 で、でその向こうに空間が広がってるっていう捉え方はある種のメタファーなんだけど、適切なメタファーじゃないっていう批判を、まあ、東さんはしてて、確かに一理ある。でそういうのを踏まえて考えると、フロリーさんがねサイバースペースって言ってるのはなんかねちょっとね変な感じがするんですよ。つまりインフォスフィア自体がある種空間的なメタファーにもなってるし、でも情報ってそもそも物理空間と関係ないはずなので、空間的メタファーって変な気もまあするわけですよね。その辺はだからなんかちょっと奇妙なのかもしれないですね。スフィアっていう、インフォスフィアって言ってること自体がね、じゃあなんて言うのかって言うのも難しいんですけど、それで言うとね、あ、そう思い出した。アーキテクチャーはあの第4の革命の中ではインフラ倫理っていう言葉とすごい関係があって、インフラ倫理で話してるのはね、要はね行動経済学でいうナッジみたいな話をしてる部分が結構強いので、それアーキテクチャーの話としても読めるんですよ。で、あ、今何をと、あ、もう、え、ちょっと待って、何を思ったか忘れた。インフラ倫理の前、何の話だったっけ、その前に見てたページを見ればそう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 、物理的な記憶からまさに空間的な記憶術みたいな感じですよ。記憶の部屋みたいな。ああ、自分の考えてたことを思い出しますけど、いっぱいさんが話してることを思い出せないです。そうですよね、繋がってないもんね。動画見直して、インフォスフィアの話してたからサイバースペースがうんぬんで、サイバースペースで空間メタファーじゃなくて何て言うかですよ。で、何て言うかは、コーパスなんですよ。あ、そうだそうだ、それ覚えてます覚えてます。そうですね、コーパスですね。
この本で彼が言ってるコーパスっていうと急に接続されるところが変わっていいですね、うん、そうコーパスっていいんですよ、相対ですね、コーパスは空間メタファーじゃないですからね、うん、要はなんかまあ普通コーパスっていうとなんかあのねなんていうんですかね、まあ幼霊実際に世界で話されたり書かれたりした言葉を全部集めたものみたいな感じじゃないですか、まあ、ちょっとすごい専門家から殴られそうな話でしたけどまあおおむねそういう感じでしょ。でロランバルトが面白い言い方してて、あの、うん、モードの研究をしてる時に、うんうん、あのモード雑誌をすごい大量に集めて、1年分ぐらいのモード雑誌を大量に集めて、それをまあコーパスって呼んでたんですけど、まあ、もちろん相対みたいな、資料の相対みたいな意味もあるんですけど、その身体みたいな意味もあるじゃないですか。なんかそこをうまく肉体とか死体のコープスとかそういうのと同じ言葉ですからね、語源的にね。まあうまいこと言うてると思うんですけど、あの US マリンコーとかの、 あのクープ、ああそうですね、あの軍隊とかあれも同じような語源で、なんかコーパスっていうと確かになんか思考が変わる。そうコーパスで行けばよかったのがね、インフォスフィアになってるのがね、その空間メタファーになってるから、うんね、あの本当は論理的にどうなんだろうってちょっと思うところありますね。確かにコーパスって言っとけばいいと思うから、うん、そうなんですよ。で、まあ、残念ながらインフォスフィアなので、まあ、インフォスフィアで話を進めるしかないんですけど、うん、本当はね、だからそうなんです、空間メタファーを使う必要はない。でコーパスっていうのは面白くてね、コーパスなんかこういう図があるんですけど、インフォスフィアっていうのがあって、うん、まあ、エージェントがあって、それ心因数なんてどういうのか、確かに僕は見れない。でもこの図はあれだな、コーパスっていうのが書かれてたっけな、インフォターゲット、あ、そうそう、情報に関する倫理は3種類あって、情報リソースとしての情報に関する倫理っていうのがあって、これは間違った情報とか、間違った情報を与えて、ミスディレクション、なんか、マジシャンとかやるような、うん、なんかこう間違った情報を与えて操作するとか、そういうのがまあ情報のリソースとしての倫理みたいなことですね、うん、でターゲットとしての倫理ってなんか副産物みたいな話で、これもなんかね具体例がいろいろ書いてある。あとプロダクトっていうのはまあ出力というか成果物としての倫理でみたいな話なんだけど、これがね具体例が結構面白いこと書いてあって、なんかマクベスがうんぬんとかね、オイディプソーがうんぬんとかって、要は間違った情報に基づいてなんか殺したりか、あの交わったりみたいな話とか、あとなんかハムレットで、あ、だから恋人がすでに死んだと思って自分も後を追ったみたいなやつ、ロミオとジュリエットちょっと間違えたとかね、そういう例が出てきて、なんかね、その、まあ、情報の倫理を3つに分けて考えるみたいな、まあ、情報のせいですよね、それ。そう、情報の、なんか、まあ、古典の、シェイクスピアとの古典文学を引用しつつ、そういった、まあ、情報の、まあ、問題によって起こる悲劇の例として、そのハムレットとかね、出てくるんです、ジュリエット、うん、そう、ジュリエットとハムレット。あと J.S. ミルの自由論とかが出てきてるけど、なるほどね、あ、バンダリズムとか言ってる、そう、これインフォメーションアズアプロダクト、あ、これインフォメーションアズアターゲットエシックスって言って、なんかその情報プロセスの副作用に関する問題で、だからプライバシーとか信頼性とかはターゲットとしての情報に関する倫理っていうふうにまあ言っていますね、ロリーさん。で、そういったのがマイクロ倫理的なアプローチっていうんだけど、それをマクロ倫理的アプローチって形でこう拡張するんですよ、彼は議論を、うん、でマクロ倫理っていう時にコーパスの話が出てくるのね。だからそのミクロは個別の情報のとか、その情報をプロセスする過程とかの話なんだけども、マクロ倫理って言うとそのインフォスフィアの中にいる私とかあなたとかあのボットとかっていうエージェントがどんな倫理的な責任を負うかって話をしてて、心軸な、
そうそう、エコロジー的な。それで言うとね、なんかその急にね、すごい変な話なんですけど、なんかエントロピーっていうのが出てきて、うん、マクロなインフォスフィアにおいては、うん、出てきそうじゃないですか、うん、確かにね、そう、エントロピーを増やすのが悪であるっていうのが出てきますね。もう分かりやすいですね、うん、でこれ面白くてさ、なんか情報エントロピーと熱力学的なエントロピーって、まあ、基本的にはかなりこうそれもある種拡張可能な関係にあるわけだから、うん、つまりその分子の空間的配置っていう情報を見たときにやっぱりそれエントロピー計算したら増えたり減ったりするわけで、まあ、同じことなんですよね。情報のランダムネスとか均一性とかで情報エントロピーが出るっていうのと同じような構造だから、そこは何が言うかっていうと、だから彼はその Google とかのまあデータセンターとかが使うエネルギーが全人類が使うエネルギーの中ですごい割合をどんどん占めてきてると、うん、IT が使うエネルギーがめっちゃ増えてきて、うん、それが出す CO2 とかがすごい問題になってるって一方で言ってるんだけど、うん、これつまりなんか熱力学的なエントロピーの話ですね、うん、と同時にその情報空間に対して、まあ、例えばそのフェイクニュースとかスパムブログ、ワードサラダみたいなのやるのも情報空間、インフォスフィアの情報エントロピー上げると、エントロピーで、ね、で CO2 排出のと近いような話で、なんかそれが同じエントロピーで語れるようになるっていうのがやっぱりこう面白いところ、うん、つまり本当にこう生命中心とか環境倫理が情報倫理に割とスムーズに拡張されてる感じがある、うん、でこういう話ができるのはやっぱプロリティの面白いところじゃないかな。その辺すごい関係ありそうじゃないですか。そうですね、本当にエントロピーってあのホームページから出されてて、あのいわゆる情報の爆発の時代じゃないですか、うん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 、で今消費者が起きてるのって情報がありすぎて購買意欲が低下してるんですよね。物、うんうん、を選びきれない、うん、選択を放棄し、うんうん、みんながいいというものを買うようになってるっていうのが、うんうん、今の消費者の行動パターン、うんうん、これはもう情報のいわゆるそういう害悪というかいうことが起きてるんで、それをこうどういうふうに情報をデザインしていくかっていうところに、まあ、我々のマーケティングも知恵を使うところかなというところがあるので、情報の摂取量って何か決まってるんですかね。あのね、ラジオの革命の中に出てくる話でいうと、彼はプライバシーっていうのはちょっと面白いユニークな概念化をしてて、普通プライバシーは古典的には財産権っていう議論がずっとあったと。情報に対して財産のように我々権利を持っているから勝手に奪われるっていうのはこれは窃盗罪みたいな、うん、でもそれでうまく通用しないような問題が出てきて、今度は自己情報コントロール権って形で概念化するのが、まあ、最近のトレンドですよね。自分が望まない形で情報がこう流出するみたいなことはプライバシーの侵害である、うん、これはただし確かにちゃんとこうの法理論的にもなんか成立する話だと。でも問題は望まない情報が与えられて、それが自分の記憶に刻み込まれる、でトラウマを得たりとか、あるいはなんか自己イメージが破壊されるみたいなことっていうのに関する問題をプライバシーとして扱うために、プロリティはその入力っていうか取り込む方の情報も含めてプライバシーと呼んでて、なんかプライバシーっていうのを自分が望むように自分のアイデンティティを形成するプロセスに対する権利って捉えているので、そのプロセスを乱すようなインプットとかアウトプットっていうか、まあこう盗むみたいなものに対して入り側出側両方扱えるように概念化しているのはちょっと新しいし面白いなと思った。プロリティ哲学のコアな部分がありそうですね。そうでもないですか。いやでもそうかもしれないですね。なんかそう、フロディのことずっと考えてると思ったのがずっと考えてて割と僕ね、普段から考えてる、うん、やっぱなんかね、僕も全然詳しくないけど、この前のある勉強会でオブジェクト思考哲学実在論存在論の話をしてくださったじゃないですか。僕の勉強会でメタフェースの話で、で あの話を思い出しながら思ったのは、フロリーさんの哲学の、まあ、アイデンティティの話っていうのは、ある種だからこう立場を入れ替えれば、他者は情報エージェントとして立ち現れる、うん、ということは自分は他者にとって情報エージェントとして立ち現れているわけですね、うん、他人からは情報エージェントに見えているみたいな、なんかこうある種
自己っていうんだけど独断的に やる立場じゃなくてやっぱすごくこう相対的な見方があると思っていて、だからこそまあ生命以外の情報エージェントに対しても同じようにシームレスにいけるんだけど、そういう世界観になった時にプライバシー、今のようなプライバシーの考え方っていうのはなんかすごくそれはフィットするというか、ちょっと どっちがどっちを支えてるってはちょっと今パッと言えないけど、なんかすごく強い関係があると思いますよね、そう。これちょっとね、僕ローティーに近いところあると思ったんですよ。なんか一気にまた話変わるんだけど、結構ローティーのこの偶然性あるように全体で最後の方で議論されてるんだけど、あのパーソナルパーフェクションって言ってたかな、なんか自己完成、翻訳でなんて書いてたっけ、自己完成でよかったかな、自分を完成するパーフェクションっていうのがなんか人の人生であって、でそのパーフェクションのあり方は人にそれぞれ違うんだけども、まあその自己実現、なんか自己実現っていうのにすごいニュアンス近いですよね。だから自分が望む自分になるそのプロセスっていうものをこうよりよくサポートできる社会をリベラルユートピアって呼ぶわけですよね、この本ですね、この本いや名著偶然性アイドルの全体ですけどもそうそう、だからその話にすごい近いんですよ。フロリディの言うプライバシーっていう話は、つまり自分のローティー風に言うと自己完成のプロセスにとって有害な情報のインタラクションっていうのから免れる権利という形でプライバシーっていうのを概念化してる、でこれはなんかローティー の、そのリベラルユートピアとか、まあ、リベラルアイロニストみたいな考え方とすごくフィットすると思った、だから僕はすごく受け入れやすいなとも思ったんですよね。つまり人それぞれなんかこう理想っていうのは違うみたいな、でまあ、それプラスだから人それぞれバラバラに理想を追い求めてその上で社会をどうするかって話が、あの第4の革命では政治マルチエージェントシステムってところで、いやマルチエージェントだからいろんな主体が集まって1個のアイデンティティを作る、まあ、家庭でも会社でもなんか国家でも作るときにどうするかっていうのが、まあ政治の議論として出てくるんだけど、その手前にあるのは、まあ、やっぱり個々人が自分のある種理想を追い求める権利っていうのを有していて、それをできるだけ よりよく追求できる社会が良い社会みたいなビジョンはすごくローティー的だなと思いました。でそれはひょっとしたらなんかある種のプラグマティズムのなんか何かの流れなのかもってちょっと思ったんですけど、どうなんですかね。割と普通のでもアメリカのリベラルな考え方な気がしますね。そうですね、やっぱアメリカの、そうそう、アメリカのリベラルのプラグマティズムとリベラリズムの伝統から来てる感じ、だからパースとかも関係あるのかなってちょっと僕そこに詳しくなってみたいな。だからね、あのフロリディさんは大学院生ぐらいの時はね、あのチャーサンダースパースの研究をしてるとこのあのした研究室っていうか指導教官みたいな感じだったらしいので、結構そのプラグマティズムとか分析系をやってからなんか IT 情報倫理みたいなのになったみたいな、その過程で技術倫理っていうのもやっててなんですけど、あ違う、技術哲学かな、なんかパースイコールプラグマティズムと結びつかない感じが若干あるけど、どっちかっていうとまあなんかデューイとかですよね、ちょっと違いますね、パースにね、それこそあのもうちょっと最近のネオプラグマティズムら辺だとまだ分かる気がします。なるほど、そうなんだ。いやなんか結構ね、いや フロイディ面白くなってきませんちょっと面白い挟んでみたら面白い、いやよかった、いや こういう話がねやっぱりフロイディを読むといろいろ展開できるのかなと思って、なんかさっきのその、情報の話、まあ、エントロピーぐらいから言ってた話で、でまさっき情報爆発時代とか言われてたじゃないですか。で基本的にその量を問題にしているじゃないですか、なんか質を語る時代なのかなっていう気はします。なんか一つさっきの最初のっていうか前の質問は、そもそもその、人間と情報みたいな関係を考えたときにどれぐらいの
量を摂取するのか分かんないですけど、まあだから、まあ分かりやすい例でご飯に例えるのがいいかなと思うんですけど、うんうんうん、すげえ美味しいご飯だとどこまででも食べれるのか、うんうん、でもあのご飯みたいに食べれないのかとか、なんかその辺がどうなんだろうな、なんか あるどこかの、あのタイミングでやっぱりノイズになっちゃうのか、まあ要するになんかもう食べれないこう残飯になっちゃうのかみたいな感じのことをちょっと確かにその問題ってなんかそのインフォメーションアーキテクチャとかひょっとしたら図書館情報学とかそういった分野であんまり考えられてこなかったような気もするっていうのは、つまりある種こう人はどう生きるかとか、まあ人間の時間は有限だとか、そういうちょっと実存哲学的なものをベースにしないと議論にならないじゃないですか、うんうん、で図書館情報学って多分そういうことしない分野だと思うし、インフォメーションアーキテクチャっていうのもまあ基本そういうのやってこなかったと思うんで、そういう意味でおっしゃる話はすごい重要だと思うんですけど、でもなんかね、同時に僕思い出すのはやっぱりリチャード・ソール・ワーマン、それは情報ではないとか、あ、まあ、彼は90年代ぐらいから言ってた話、なんかそうそう対応してそうな気がすごいしてるんですよ、うん、それはバッチリやね、その辺になんかある、あ、そうそうそう、バッチリです、バッチリですこれね、それは情報ではない、それは情報ではないっていうね、この名著があるわけですよ。ちなみにもうなんか IA に関しては、うん、図書館情報学と結びつけるのIA がもうすでに、もうとっくに終わって死んでる気がします。いや思いますね、うん、いやそれはね、だから死亡戦がだと思いますよ。あのだからこれがそうだのとこれがそうで、そもそもだから事実上は2010年か11年のこのアンドレ・アレスミニさんが書いたパーベシブ IA で事実上終わっていたんだけども、完全なまあなんていうかな、死亡宣告っていうのはこのインフォメーションアーキテクチャ第4版においてあのフォルヒア・アランゴさんが入って、あの建築のバックグラウンドを持つ方が入ったことで、図書館情報学じゃなくてその建築っていう文脈に接続されたっていうことで、初めてこう 僕のすごい偏った見方で言うと情報アーキテクチャの分野が健全化されたって思ってますね。そうなんですよね。戻りましょう。それは情報あで彼が、うん、てかワーマンが言ってた面白い表現っていうのは、情報爆発は存在しない、うんうんうん、情報というものは、まあ、いくらあってもいいのであって、問題はデータの爆発であると。でデータと情報の違いはデータに意味が与えられる。あ、これフロリディになっちゃうんだけど、まあ、フロリディさんの立場っていうのは意味を持ったデータが情報である、うんうん、だからデータ足す意味、うんうん、イコールインフォメーションね、うんで、まあ、ワーマンも結構そういう図式じゃないですか、まあそうですね、うん、意味がないものをデータと呼んでて、で今現代、まあ、彼が言うのは80年代ぐらいからです、現代起こっているのはデータ爆発であり情報爆発ではない、でデータを意味のある情報にするために我々は情報建築家という職業を必要としているって言って、例えばなんかアンダースタンディング USA みたいな本を作ってみたりとかしたわけですよね。それもその辺にない気がする。アンダースタンディングっていう本は、まあ戻すの大変じゃない。いやいや、だいたい分かってるんだけど、アンダースタンディングの中の綴りの中に USA が隠れててね、まあ、アメリカ合衆国のさまざまな政府統計とか、その、まあ、いろんな統計情報を、まあ、すごいこうね、インフォグラフィックスで、あるいはデータビジュアライゼーションというのね、まあ、こういった感じでこう超いい感じにいろんな情報を可視化したっていうのが、まあ、彼の一つの仕事ですよね。他に彼はイエローページを設計したり、あとなんかツインピークスのガイドブックも、観光ガイド、あのアクセス東京っていうのが素晴らしくて、どこにあったっけな、これだ、これアクセスハワイだな、アクセスハワイ、これハワイ旅行行った時実際使いましたよ。あ、本当ですか。うん、古いけど全然あの、からこれ東京アクセスね、東京アクセス、これはなんかね、なぜか伊藤忠ファッションシステム&アクセスプレス共同編集いいですね、なんかセゾン文化っぽくていいですね。うん、なんか80年、昭和59年そんな前なんですよ。84年ですか。うん、うん、ね、バブってますよ。いや、バブル、いや、バブルじゃないですよね、前ですね、日本で
唯一あれじゃないですか。で今後多分こんなにあの知識がファッション化される時代は来ないじゃないですか。84年ぐらいですよね。83年が生存文化に象徴される。83年がありじゃなかったですっけ。構造と力じゃなかったですっけ。あ、そんぐらいか。この時代の本ばっかり買ってます、うん、なんか楽しんで。あ、こういうのですか。あ、そう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 。これもちょっと前ですけど、これとか、あとかリゾーもそうですね、リゾーもマニアックな話になってマニアックな話になってまいりました。で僕ここ中心で時間止まってますよ。バブル前夜ぐらい。なるほど。バブルになるとやっぱりね、洗い流されちゃう感じがやっぱりあるんで。ポストモダンを生き続けてるみたいな。ポストモダン以前、だから何でしょうね。ニューアカ時代。ニューアカ、そうですね、そうですね。止まって本当に好きですね。時間が止まってる。なんか楽しいというか、みんなだからすごい思いに好きなこと言ってる時代だなと思って、うん、日本人が。そう。あのだから栗本慎士郎さんのあのパンツを履いた猿とかね、うん、すごいいいっすよね。なんか科学的エビデンスが全くなくてさ、なんか聖書に書かれてるこれはうんぬんとか言って、なんかこうね、あのこうマグマで湧き立った浅瀬がうんぬんとか言ってて、やばい感じしますよね。もう何の根拠もなくて実証性とか全くないのが素晴らしいですよ。羅漢派の人がだって普通にテレビに出てる時代ですからね。はいはいはい。岸田さん、あ、岸田さんは、うん、あの人はあれですね、なんかあのフロイト派というか、あ、なるほど、エセフロイト派みたいな感じですね。ラカン派じゃないんだ、うん、エセフロイト派だけどそれが芸風になってるみたいな。そうなんだ。あ、いや、いや、そのワーマンの業績で、まあそうね、東京アクセスの話をする流れでしたね。いやだからそのデータっていうのがすごいこう多すぎて、まあ人々が困惑するみたいな状態になってきた時に、分かりやすくデータを整理して情報にしてやることで人々の行動を促したり意思決定を助けたりみたいな、まあある種すごくアメリカ人的でプラグマティックですごい実用的で、あの仕事が完了するみたいなことが良いみたいなね。だからそういう良くも悪くもすごい分かりやすい話を展開したのがまあワーマンさんですよね。でこれとかやっぱね、ビジュアライゼーション素晴らしいですよね。なんかこう確かこれがさっきちょっと開いたページが見たことない。まあそのこの本もバイリンガルで作られてるんで、まあ日本人でも英語を読む人でも全然使えるんですけど、あ、これとかね、このページとかなんか、なんかここに行くないですか、なんかこういうの、中央通りのこう両側のビルとか、なんていうのこれ、アイ染めじゃない、アク染めか、アク染め図法のこういう感じでちょっとこう。例えばある通りのガイドとかがねできてたりとかして、その前に見てる人いるんですか。見てる人はね、いらっしゃるんですか。今一人。その人に見てた方。一人っていうのはどうなんだろう。自分ひょっとしたらいないっていうことかもしれない。ね、そうですよ。時になります。まあ、そっちの方が気が楽で、ね、いやいや、これね、そうなんですよね。だからまあそうデータが多くてみたいな時代に、そのデータを整理して、まあ、データに意味を与えるっていう仕事が必要だっていうところから、まあインフォメーションアーキテクトっていう、うん、なんかでも職業がその発想がすでにちょっと古いというか、うん、なんかそんな、うん、その扱い方はちょっと違うなっていう感触もなんかありません、うんうん、なんて言うんだろうな。結構ね、一貫してこうワーマン的な考え方の限界みたいな話はされてるっていうか、あ、そういうわけではないんですけど、何でしょうね、あの、そういう意味だと、IA のイデオロギーの話にするなるとめんどくさいですけど、しますけど、うん、それで言うと、うん、まあワーマンの方が何つったらいいんだろうな、アートディレクターとして、あ、クリエイティブディレクターかな、としてすごく幅があるというか、今ちゃんとコンセプトを作る人じゃないですか、この人って。コンセプト、これってコンセプト、うん、コンセプチュアルな本だと思うんですよ、うん、そうですね、でこれ自体がインフォメーションアーキテクチャー的な本なんで、でこれはこのコンセプト自体は
あくまで実用書で、実用書の中に情報アーキテクチャのことを書いてるだけなんで、うん、まあ何でしょうね、面白くない人は面白い人っていう感じがやっぱりあってでもまあその中で、ワーマンの扱う情報っていうのが、うん、何つったらいいのかな、なんかそう、なんか情報量がさすがに最近は違うので、ああはいはいはい、そうね、何つったらいいのかな、だから例えば、同じ本を作るでも昔と今と、うん、例えば活版印刷するかとか、うん、どうかっていうような話で全然手間が違うじゃないですか。でもその作ること自体の意味っていうのは変わらないっていう感じだと思うんですけど、なんか情報の取り扱い方のその手際が変わってくるんじゃないかなっていう気がしてて、うん、だってこれ、かなり最初これインターネットが出てきたっていうか商業的に盛り上がってきた90年代後半とかですよね、確か97年ですよね、確かに、うん、そうで、この本に至ってはインターネットとか、まあなんていうか、ワールドワイドウェブ以前のね書かれた本だから、これ自体は2001年に出てるんだけど、これはもともとはなんか80年代とか90年代前半とかに書かれた本2冊ひっつけて1冊にしてこう書き直したみたいな本だからね。そう、それ紹介したのが松岡聖剛さん。そうなんですよ、だからこの時代は松岡さんが絵を面白いと思うんですよ。なんかこの話3回目ぐらいですよね、うん、しましたよねなんか我々ね、だいたい長く喋ると結構同じとこに行くっていう、避けられないすごい重力が、松岡聖剛の重力がすごいのではみたいな、松岡聖剛がこの時代は絵を面白いと思ってたっていう話をして、これ、そうそうそう、これすげえ覚えてるな話。ネットで千円千円とかする前、ね、仕事的には何をしてる、情報の歴史とかを作ってるぐらいの時代なんでしょうね、多分あれもバブってて NTT のお金でドーンって作ったわけでしょう。あれもすごいですね、あれもね、もうね、あんなの方が二度と作れないんじゃないかな、うん、あれも自炊、あ、そうか、自炊したからあれかいや、あれ自炊はもったいないでしょう、ね、そうですよね、もったいなかった、あれも新品多分手に入んないから、あれだって今多分1万もくだらないですよ、うん、ね、大変なことですよでもまあ松岡聖剛さんね、松岡聖剛さんは何が面白いんですかね、僕がもうすごい若い頃に、そのなんか社会人成り立ての頃とかに知の編集術とか、あとなんかなんか2つありました、あ、でもあれ同じ本か、講談写真、同じ本かな、知の編集術かな、講談写真、そっか、あれがだからビジネス書みたいに、なんか普通になんかね、あのハウツーじゃないけど抽象的だけどビジネス書みたいな分かりやすい本で、あれ若い頃は面白いなと思って読んだんですけど、で多分あれで紹介されてたかな、ワーマンとかも、なんか、いや、これでもこれではないけど、これでも後書きとか書いてますんでしたっけ、そうでしたっけ、ほらほら解説書いてますよ、多分、あ、違うわ、これなんか違った気がするんですよ、これになる前の本が、あ、これ2じゃなくて1かな、そうそう、あるでしょ、ある気がするね、確かありました、なんか買った覚えがあります、買い直した買い直したんですか、あ、ね、本当にあだ自炊して愚かなことに、ね、何百冊も、ね、自炊してしまったんで、そうですね、情報選択の時代、いいですね、溢れる情報から価値ある情報で、うん、あ、だからあれかな、この時はもうデータと情報を区別して、データ爆発って言って、あるいはその情報爆発じゃなくて無情報爆発って言ってんだけど、この時はまだ情報爆発って言ってんでしたっけね、ちょっと変わったのが見え方、これデザインはあれですか、戸田智美さんですかね、その界隈の方ですかね、やっぱり戸田智美さんか、ちょっと違うかな、
戸田勤め風いやでもありますよね、そうですね、うん、ありますよね、そう、うん、本実業出版なんだ。あでも情報でない情報って言ってますね。うん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 、ちょっとそれがなんかね、あの言葉が分かりにくいから後で分けたのかもしれない、データっていうようにしたのかな。うんうんうん、まあリチャードはまあまあなんていうか、まあ今進めるかって言われるとちょっとそこまでこう必読とも言えない気もしてて、うん、どうなんでしょうね。でもなんかこう地に足ついた感じはありますよね。アクロバティックじゃないんで、うん、そうね、それは言ってますね。だからこれもだからトレンドなのかどうかわかんないですけど、まあある種の多分インターネット以降のモダニズムみたいなやつで、うん、まあ何でも、分かりやすいのがいいとか、うん、あとは簡単で分かりやすくてシンプルで、うんうん、まあ、ユーザビリティみたいなものが、うんうん、まあ、人間にとってだから役に立つものがあの何の疑いもなくいいとされるっていう時代の先駆けっていう感じはしますよね。なるほど。だからそれだから、デザイン界隈では多分ドナルド・ノーマンが最初って言われてると思うんですけど、うんうんうん、なんかワーマンも一つ、なんかこうデザインとかインターフェースデザインのイデオロギーっていうのがあって、これなんか分かりやすくそういうイデオロギーを書いてある、ユーザーに考えさせないデザインの法則って、ね、今おっしゃった話はそれですね。ああそっかそっか、うん、こんなタイトルで出てたんですね。あとこのね、インターフェースデザインの心理学とかもね、まあこれはそうでもないのかな。そうそう、超明快ウェブユーザビリティ、これはまあまあまあ、でもあれですよ、なんかこうある時代を映し出してる感じがします、うん、サブタイトルがユーザーに考えさせないデザインつってるからね、これは何を意味してるかっていうことですよ。いやでも今ここですね、ドーンとメイクミーシンクとか思いっきりもっとあれじゃなかったでしょ、あの現状本当にドーンとメイクミーシンクじゃなかったでしょ、うんうんうん、累計、その世界的ベストセラーとか言われるから、ね、まあでもそう、だからこれがだからね、すごくそのこれって本当に取り扱い注意っていうか、だからすごくね、あの大事な話なんですけど、最近これ翻訳されたんですか。あそうですね、めっちゃ前じゃないですか、でもこれ、うん、20年ぐらい前の本ですよね。まあでも結局これ超えてないのかな、結構バージョンアップしてんじゃないですか。バージョンアップしないでほしいな。しないでほしい。いやだってしちゃ意味なくないですか。あ本当だ、第何版サードエディションが2014年って書かれてる、本当だ。エディションで言うとね、アバウトフェイスの第4版がね、数年前に入れましたよね。ああ、そうですね。あれ翻訳されるのかさ、分かんないけど。なんかね、僕思うのは、その、トントメイケンシンクみたいな、ユーザーに考えさせないのがいいデザインみたいな話って、すごくその、注意を要するステートメントだと思ってて、つまりユーザーに考えさせないってことは代わりにお前が考えろって話だというのが、僕はなんていうかインフラ倫理というか情報倫理だと思うんですね。その設計専門家の倫理ってそこにあると思うんです。でユーザーに考えさせないで責任を取るか、もしくはユーザーに考えさせるから価値中立的なことをやるか、どっちかだと思う。いや誰が責任を引き受けるかっていう、そのこう綱引きみたいなのがあって、うん、で誰も責任を取らないって状態は本当に良くないわけですよ。それこ そのエントロピー増大で悪なわけ、うん、で結構そうなってる気もするんですよ。あの最近 の, あ の,、まあ、あのウェルク的な問題とかね、ウェルクなんかすごい、ウェルク僕、嫌いじゃないというか、なんか あれすごい、ウェルクは多分あれは、普通にビジネスでやろうとしてたと思うんですけど、そうじゃない、でもウェルクがやってたこと自体にはすごいなんか面白さを感じますけどね。そのなんでしょう、ユーザージェネレーティッドってとこ、いやアート的な、アート的なマジで結構やってたことやばくないですか、そういうレベルで。いや結局みんな読んでたわけじゃないですか、うん、
まあ、読んでた理由は主にその SEO 強いってとこだと思いますけどね。それで言うとだからアートっていう意味で言うとだからあの渋谷のハチ公交差点ジャックしたなんかヨーロッパ人のアーティストいたじゃないですか、なんかテープぐるぐる巻きとあれに近いあのだからあのパブリックジャックななんかゲリラアートみたいなものなんじゃないですか。なんかそこではなくてコンテンツの作り方がすごく僕は面白いなと思いました。ミルクに関してちょっとまあ今倫理について置いといて、その媒体があってその社員のエディターがいてでその、ライターは社外でみたいなとか、あとはまあなんかその、人工知能で、とりあえず、翻訳というか、文章 の, そのなんか同じ意味の言葉を変えてとかっていうのがなんかこう、まあ、のめり陶芸的な感じでやってたわけじゃないですか。あの体制としては、富岡製紙工場はどちらか、なかなかテキストをそういう風に扱うっていうのはすごく面白いなと思って、だから意味はちゃんと見てないのに意味あるものが出てって、しかもそれなりに、いいものというかちゃんと見られてそれなりにこう普及してて、で役立った人も多分いると思うんですよ。あ、それフロリジー的な話がちょっとあって、フロリジーはその AI とか、人工知能の話をするときに、まあ、シンボルグランディング問題みたいなの前提で、当面はそのセマンティックなことは扱えないだろうと。だから、AI の使うのはシンタクティックな問題だって言ってですね。で、シンタクティックっていうのは要は形式的にある文法とかあるルールにのっとって記号を操作するっていうことですね、アルゴリズム的に。セマンティックっていうのは実際にその人間と同じようにあるものの意味っていうのをちゃんと理解してるっていうことですね。それはある種だからクオリアとかそういうのに近いんだけど、まあシンボルグランディングの話ですね。でシンボルグランディングできなくたってコンピューターにはシンタクティックな操作はいくらでもできて、今おっしゃったような、なんかその言葉をちょっとずつ変えながらとかっていうのはなんかすごくそのシンタクティックで、それこそそのある種のエイトックとかさ文章チェッカーとかがなんかこの同じ言葉繰り返してるからここはいい回路とか、なんかそういうのあるじゃないですか、時勢が一致してそういうので文章の品質上げたりとかするのに結構近い技術 で、ね、シンタクティックな問題をコンピューターがやるっていうのは確かにあるし、それがある種結果的にだから同じ意味のいろんな言葉で人間は検索するけど、どれで検索されても同じコンテンツに行くみたいな、まあ、まさにこう SEO ですけど、そういうことをやるのに、まあ、機械が役に立つっていうのは確かにね、その通りだと思う。それはまあそこだけミクロに見れば有益な使い方ですよね。そうミクロに見るとあのだからウェルクってすごく面白いなって思います。なんかみんな読んでたっていうのがやっぱ面白いですね。だってあのこんなやり方してたっていうと毛嫌いするけど、それ言わなかったら読むっていうんだったら別に読めばいいじゃんこれからもと思って。だから問題はあれだよな。あこれは難しい、なかなか難しい問題だと思うしね。だからその一つはまずリテラシーの問題があって、それはある種だから読み手の自己責任にどこまで帰着させるかっていうリテラシーと自己責任の問題がまず1個ある、もう一方には情報提供者のある種製造者責任っていうのとか、設計者倫理みたいな出し手側の問題もあって、これの間でやっぱさっきと同じような話なんですけど、あの責任の総量が決まっているときにどういうふうに分配されるかって話ですね。でリテラシーの問題ってのはちょっとメタな話になると、そのリテラシーを社会的に国民のリテラシーを上げるような公教育とかの問題にもなってくるから、なんかそういうところも含めての話として、じゃああらゆる情報は OK で全て自己責任でってなったら何が必要かっていうと、国民のリテラシーをすごい上げるためにすごい教育リソースが必要になる、それが社会にとって最適なのか最善なのかみたいな、まあ、話になってくるわけですよね。でなんかね、それはまさにこのユーザーに考えさせないデザインの対極にある話で、一人一人の、まあ、生活者消費者が情報強者になれば、あらゆる情報に関するなんていうかな、ウェルクみたいなサイトも全く問題ない。なんかその
医療情報とかでもみんな思い思いに好きなことを書いていいと、なぜならばみんなが真実を見分けることができるから、うん、みたいな、まあ、夢物語があるわけですが、現実にはそんなことにはならないので、やはりどこかで受け手はそこまで考えなくてもいい代わりに情報の出し手の側に責任を負わせて、しかもそれを実効的なものにするためにある種の法規制をかけるっていうのは、まあ、ある種功利主義的にやっぱり合理的だと思うんですよね。そうなんかすごい分かりやすい搾取の構図じゃないですか、情弱搾取的なね、で広告料がどんどん上がっていくわけですからね。でその情報弱者っていうのはなぜ情報弱者かっていうと、これは本当に社会格差みたいなものの反映でもあって、しかもそれが世代間継承されていくっていうの問題もあって、なんかある種その本当に日本社会の格差社会化みたいなものをすごい反映しちゃってると思うんですよ、ああいう問題って。だから要は教育があるとああいうのに引っかからない、でも教育があるっていうことはなんか親が金持ってるみたいな話と結構相関が高いわけだから、だからなんかね、僕結構そういう話もあるなと思って、だからそういう現代社会の前提を踏まえた上でやっぱりこう、まあ、CGM とかも含めてなんていうかな、そのある種こう SEO パワーの強いねサイト運営者っていうのがどういう責任を負うべきかっていう問題はやっぱそういう前提で議論しないといけないと思ってますけどね。でこれはね、あのこれもまたフロイディさん面白いのがね、そのレスポンシビリティとアカウンタビリティはかなり厳密に区別して話してて、あのレスポンシビリティがあってもアカウンタビリティがない場合はあって、でそういうのは大体 法的な責任が問えないみたいな話になるわけですよ。つまりなんかこうアカウンタビリティがないというのは説明ができないっていうことで、例えばあまりにも因果関係がこう風が吹けば桶を儲かる式にこう因果関係の連鎖が長かったりして、直接この事業者がこういう悲劇に対して責任を負うと言えない、もうなんかもうその寄与率ってコンタミネーションが何パーセントあるのか全然分かんない、その計算もできない、計算不可能だから当然法的責任も問えない、だとしても道義的責任としてレスポンシビリティっていうのはあると、でそれを考えるのがまあ倫理でしょう。だから、あの結構僕そこ共感するんですよ、あの法規制ができないところでも倫理っていうのはあるし、じゃあ倫理を実行化させる、実際に何かその仕事で携わる人たちがそういう倫理観を持って仕事するためにどうすればいいかっていうのを考えるのはやっぱすごい大事だと思ってて、だからある種の業界ではだからそのコードオブコンダクトみたいなものを職業コミュニティで作って、その倫理規定みたいなのを作ったりとかするし、だからなんかそれはその法的なものではないんだけども、ある種のそのそういう大学とかの専門家教育課程である種こうディシプリンとしてこうしつけて叩き込んで、まあ世の中悪いやつはたまに出てくる、例外的に出てくるけど、まあ大体普通だったらこれが悪いと思うよねみたいな、あの倫理的なコモンセンスって作れるわけじゃないですか。でウェブの世界ってそれがないのがまさにこういろんなあの業者がいろいろやんちゃをすることの、まあ、やんちゃなんて可愛い言い方すべきなんですね、だからその不道徳的な事業をすることの背景としては、そう倫理的コモンセンスを作れるような、 なんか教育過程とかそういうのがないっていうのが大きな問題なんじゃないかなと思っています。だから僕ちょっと昔は教育に関心があるんですけど、ね、なるほど。なんかその社会、多分社会問題として見たら、というか多分フレディも、そのちょっと政治哲学というか、情報政治哲学的な感じじゃないですか。ですね。いやそうです。なんかその感じで見るとそうなっちゃうんですけど、じゃなくてその、業者がやんちゃするその、まさにそのやんちゃしてること自体にはすごくなんか可能性を毎回感じるんですよね。あ、ごめんなさい、ちょっと今。いや、要するに何だろうな、その、言ったら根性が悪いだけで、性根が悪いだけで、そのやってること自体はどれも結構業者って面白いじゃないですか。なんかこう、その何でしょうね。多分、そのモチベーションとして、そういう人たちって別に、
何か作品を作ろうとかクリエイティブなことをしようみたいな感じもないんで、でまたそのないのがすごいここいいなと思うんですけど、でまあなんか、人の目をごまかして金儲けしようぐらいな感じのモチベーションだと思うんですけど、でもその割には結構そのしっかりやるじゃないですか、そのなんていうんですか、あそこになんかある種クリエイティビティを見てるわけです、すごい感じますね。なるほど、それは面白い。ちょっと物取ってきます。グラスと、グラス、ごめんなさい、何出してた。ああそうですね、めっちゃ喉が変わりませんか、遠藤さん変わりましょう、ね、なんか今の話ってなんかねあれですよね、なんかアウトサイダーアートとか、 なんかグラフィティとかを見る視点みたいな。そうそう、だからアウトサイダーアートってアウトサイダーの人たちというか、まあそのインサイダーアウトサイダーみたいなところで、でインサイダーなんだけど、しかもすごくちゃんとした教育を受けてんだけど、そのいわゆる多分、倫理的な教育なんつったらいいんだろうな、これ倫理って違う使うとちょっと、語弊を生みそうだけど、まあだから、すごい一般的なことを言うと、一般的というか、ちょっとまあなんか偏見を込めて言うと、まあ就職するための大学みたいな機能ってあるじゃないですか、うん、でそこで言うと別にそこで、どんなことをなら、学んでどんな人間になろうが別にちゃんと社会に出て活躍すればいいわけじゃないですか、うん、だからそんな、うん、そんな流れでそのままだから割とエリートの人が、あ、なんでしょうね、うん、すごい、うん、確かにね、なんかおっしゃることはなんかちょっとこういうことかな、なんか教育制度っていうものがそのこう学生に与えるものは必ずしもちゃんと伝わらないで、ある種誤解に満ちているので、どんなに教育制度を整えてもまあ何も保証されませんみたいな話なのかな。いや別にそういうことが言いたいではないんですけど、だからそのなんだろうな、ちゃん、やってること自体がはその多分まあビジネスというか、まあ、裏ビジネス、ブラックマーケット的なことをやってるんだと思うんですけど、うんうん、そこはまあグレーゾーンで、割とそのちゃんとした出自のというか、うん、まあ、エリートって呼ばれるような人らが割とその辺を攻めていくじゃないですか。特に我々インターネット業界ではね、業界が、はい、で、うん、その末端で起きてることがすごく僕は面白いなっていつも思うんですよ、うん、だから例えばそれはエリートとかがやってるから面白いみたいな話、いや全然、ね、それ関係ないです、ね、すごくそこはものすごく客観的に見てそこの一部分だけ抜き取ってっていう感じなんですけど、例えばじゃああれかな、例えばペニーオークションとかそういうやつ、まああれも見ようによっては面白いかもしれないですけど、今のところ僕の中には引っかかってないですね、うん、だからどの辺が、まあ、さっきのアウトサイダーとインサイダーでいうと、インサイダーが、気づいたら、アウトサイダーというかアウトサイダー的な振る舞いをして何かことを起こしてるみたいな感じで、それがだから刑事事件になるかどうかとか、うん、倫理的かどうかみたいなのは本当に、まあ、どうでもよくてというか、うん、関係なくてただやってる行動だけを切り取ってそこだけを見るとすごく面白い、うんうん、ミクロに見ればいろいろ面白いことってありますよね。だからそれがだから社会的に見るとどうかっていうのはまた別問題、うん、そうね。でそれで言うと、例えばフォトショップでレタッチしてる人いるじゃないですか、芸能人の、で専属の人って今いるじゃないですか、あれって例えばスタイリストと変わんない存在だなとか、なんかそういうなんかちょっと違う見方ができるなっていうのがさっき面白いなと思います、うんうんうん、まあ、要するに何でしょうね、まとめると何でしょうね、なんかその倫理的にそういうウェブサービスとかそのウェブインターネットで起きてることを一回その倫理的に見るのをやめて細かく見ていくといろんなところに可能性が満ちてるなっていう、そういうのを見ていくのがすごく楽しいなっていう、うんうんうん、確かにね、それはなんかわかる気もするな。だから僕
そうだよね。倫理の話って基本的に堅苦しくて窮屈で、できることの範囲を狭める方向に行くので、なんかイノベーションに対してはネガティブなものだと僕思うんですよ。なるほど。どうしてもそこは避けられなくて、なんか、いや、もっと一周回ってみたいな話で言うと、だから最低限の倫理的なところを抑えつつ法務を守りつつであればこそ、なんかいろいろやっていいみたいなことも言えるかもしれないけど、一段階の話としてはやっぱりこう倫理観とかないやつの方が面白いこと始めて、例えば、まあ2チャンネルとか YouTube とかニコニコ動画とかそういうやつですよね。なんかその著作権法何それ美味しいのみたいな感じで新しいものが出てきて、それが後からなんかその割とその業界の人とインサイダーのなんかいわゆるこうライツホルダーとかそういう人たちと結託することによってちゃんとしたビジネスに転換して、まあ後から歴史が修正されて、あたかも最初からクリーンだったようになるわけですよね。で、まあその過程も全体含めて確かに最初は面白いっておっしゃる通りだし、まさにインターネット業界シリコンバレー的なところでうごめいていったその創発的な、ね、クリエイティビティってそういうことだと思うんですよ。それこそなんかなんだっけ、ジットレインとかやってたなんかジェネラティビティ、ジットレインじゃないか、ジットレインか分かんないけど、あんまりちょっとこっちジェネラティビティみたいなものを確保する意味でもある種でもちょっとあんまりガチガチじゃない方がいいと、特に 法規制とかは。でも法規制がガチガチじゃない方がいいからこそ倫理的なあのコモンセンスが大事なんじゃないかなってやっぱり僕はね思っちゃう方なんです。難しいですね。だから例えば、今そこにない価値っていうのが求められてるの、求められ始めたのって、まあ、90年代後半とか、まあ、0年代以降かなって感じですけど、まあだから、すごい分かりやすく言うとイノベーションを目指すみたいなのが価値になってた時代だと思うんですけど、で、その何でしょうね、破壊的なイノベーションを起こさないといけないために、いかにその、現実と切断するかみたいな問題になっていって、で最初はそのデザイン思考みたいな感じでよかったんですけど、だんだんその、現実にできないものから考えないとジャンプできないみたいな話になって、スペキュラティブまでいくとデザイン側ってついていけなかったわけじゃないですか、ね、結局アート側に行っちゃったわけじゃないですか。だから要するにそれって、ある何かの秩序の中からは生まれないみたいなのが割と簡単な話で、で カオスというか、なんかケイオティックなものの中からしか生まれないっていう考えると、そもそもそのビジネスっていう、フィールドの中でお話をしてて、でタブーがある領域があったりするじゃないですか。で実際その、タブーから、タブーとされてるものから今その何でしょうね、ウェルクじゃないですけど、そういうなんかイノベーションって生まれるんだろうなっていう気がすごくします。だからこっちは要するに現実でありビジネスでありっていう枠があるんでイノベーションが生まれないんですけど、でも、こっち側を、取り込んでビジネスの中に取り込もうとするとまた生まれなくなっちゃうっていう、すごい矛盾した構造になってるなっていう。ある種だからイノベーションのジレンマっていうのはまさにそういうことかもしれないですね。破壊的イノベーションっていうのが成功して、それが大企業になると自縄自縛になって破壊される側に回るっていう、このまあなんていうかね、英語会議じゃないけど、なんか歴史は繰り返すわけで、そのもっと手前 その生まれる瞬間からそのジレンマがあるっていう気がしますね。なんかクリステンセンはバリューネットワークって言ってますよね。あ、そうですか。イノベーションのジレンマの中で、はい、そのあらゆる価値基準っていうのが、組織とかプロセスとか全部にこうはびこっていて、そこにいると絶対生まれない。あ、イノベーションの、ね、まあ、それをこう正しい経営をすればするほど、破滅の道に進んでいくっていうのがイノベーションの次元まで話だったんです。破滅に向かうと、破滅に向かってで違うバリネットワークでしかイノベーションが生まれなくてみたいな話。だからといって破滅に向かえばいいわけではないんですよね。そうですね、企業はだからそれをどうするんだろうかっていう、これ普通にあれじゃないですか、なんかあらゆる会社でみんな悩んでることをただ今話してるだけで、どうしようみたいな、どうするよ、新規事業やらないとまずいでしょ、石橋君みたいな。いやだからイノベーションのジレンマっていうのが結構やっぱり、まあ、90年代0年代って大きな問題としてあったわけですよ、最近ちょっと違う気がするんですよ僕。なんかね、大企業が自ら
自らの事業を破壊するような、つまりある種大企業の中でカニバルような形でディスラプトされずに耐えて、むしろ新しい事業を作る。例えばかつてであればアドビのような会社はクラウド化に適応できずに、なんか新しいクラウド型のそのクリエイター向けツール市場のなんかディスラプターに市場を奪われてたはずなのに、なんかクリエイティブクラウドみたいな見事なこうサブスクリプション型への転換を果たし、マイクロソフトもクラウド対応できずにオフィスと一緒になんか OS もオフィススイートも抱き合わせで死んでいくかと思いきや、なんか Azure とかなんかライブとかオンラインオフィス365みたいなやつとかでどん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 こう新しいいろいろに適応してるし、で Google なんてもちろんそうだし、なんかスマホとかにバッチリ対応してきて、どんどんむしろ時代をリードしてる側だし、なんかね、かつてと違って大企業が破壊されなくなってきてて、そういう意味では破壊的イノベーションが武器だったスタートアップの方法論がちょっとね、なんかね、半減してる感じがあるんですよ、僕。なるほどね。クリスティンセンは、その破壊的イノベーションというのは、要は市場、業界を破壊するってことなんですけど、今って市場っていう概念が結構ほどけてて、それこそディスラプト剤ですけど、もうあっちやこっちやが全て一つの何か塊になりつつあるというか、市場っていう区分がこうなかなか効かなくなってきてるんで、そうするとやっぱり大きいところがどん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 拡大するようなイメージが合致するなという気もしますね。だし、そもそも Google が1兆円の研究開発費を毎年使ってる時点で勝てないだろうと思っちゃいますよね。かつてだったらね、有名な話でそのコダックとかがそれこそ莫大な研究開発費を投じて、その中でデジタルカメラのシーズは技術的に作ってたのに、それを握りつぶした結果、こう銀塩フィルム産業っていうのがディスラプトされて、デジカメでバンバンカシオとかなんか新しいカメラメーカーが出てきたみたいな話になってたけど、じゃあ Google がそうなるかっていうと、なんかそんな気がしないのが恐ろしいんですよね、今は。でそれこそ IBM だってなんか虚像は踊るとかいう話もあったけど、なんかね、もう古臭い動きが遅くてどんどんベンチャーにやられてもうなくなるかもみたいな話もあったのに、なんか結構ね、全然今もクラウドとかで頑張ったりとかしてるわけじゃないですか。ね、この辺のビジネス的な話がありますけど、そうなんですよね。いや、なんかだから最近は大企業もそのイノベーションとか社内スタートアップとか、すごい、あとはプロダクトドミナント、グッズドミナントロジックからサービスドミナントへの移行とか、デジタルシフトとか、なんかうまくやっちゃってね、うまくやっちゃってますね。なんか昔よりはやっぱり それで一発でこう、要は大企業分かりやすい適用大企業設定して攻めるみたいなスタートアップの方法論って結構今は難しいのかなって気がちょっとしますね。ちょっとそこにある学習する組織ってどの方が気になりますけど、そういうありますよね、その組織として学習していくような有機的な組織を作るっていう手法論もありますし、あとは GE みたいに、トップが次のトップを選ぶときに自分を否定できる人を必ず選ぶというような、その企業内隠しみたいなことを、これやばいですね、手法もあるし、あ、これね、すげえ古典っぽくて、古典ですね。組織のオーガニゼーションマン、組織のオーガニゼーションマン、確か僕の記憶が正しければ、丹下健三が東京計画60年作った時、東京湾に海上都市を作るっていうなんかメタボリズムのやつ、あれやった時のステートメントに、なんかこう、人はオーガニゼーションマンと言われるがうんたらかんたらって始まる、マニフェストがある。そのオーガニゼーションマン、多分そのホワイトの組織の中の人間から取ってると思う。そんな言葉があるんですね、オーガニゼーション。もうすごい昭和のなんか、流行語らしいんですけど、オーガニゼーションマン。ビジネス書が生きてたのってどれぐらいなんですかね。80年代多分生きてたでしょ。ビジネス書が生きてるんですか。今ダサくないですか。なるほど。どうですか。いや、確かに、まあ基本ダサいかダサくないかで全部本買うんで、まあまあ主観ですけど、今でもしぶといのはやっぱり80年代90年代
本ですね。あ、古典みたいな感じです。うん、ビジネス書はそう、ジェフリーはキャズムとかはだからまだね、うん、それでも結構前ですよね。そうですよね、年初頭ぐらいですか、ビジネス書ね。あ、これ困ってますね、うん、読んでないですけど、浮いたままになって。あ、それすごい面白いですよ。あ、そうですか、うん、結構ありますね、ビジネス書。うん、結構ね、自炊しちゃったけど、まあそこそこありますよね。でもビジネス書はなんかやっぱりあれですよね、何百冊か読んでからなんかこう、もう読まないでも次に手に取る本に書いてあることが分かるみたいな感じになるじゃないですか。やっぱり古典の焼き直しがあんまりにも多い。多いですね。そういう意味でも、本当おっしゃるのなんかこう古典こそにって感じですね。やっぱり割と精神論ですもんね。向こうの学術論文読むのが一番ビジネスのところはいいと思います。あ、確かにね、ハーバードビジネスレビューとかはあの特集によっては面白かったりしますよね。面白いですね。あと僕、そうね、うん、英語圏のなんかちょっと学会誌っぽいやつとかは確かに読んでますね。そういうのが面白いかもしれない。ビジネス本っぽくなすからね。どの辺が今イケてるんですか。今イケてるのって何でしょうね。今ね、最近なんか、うん、最近あの全然関係ないですけど、あの千の顔を持つ英雄って、ああ、れはまあ古典的なというか、まあそうですね。あれちょっとそっち方向に走り始めてますけどね、ビジネス書から離れて。どこまでがビジネス書なのかって教会もちょっと分かんないんで、これの元になった戦略サファリとか、あ、めっちゃ面白いんですよ。あ、戦略のこの系譜を歴史の中で、あれって確か、はい、あの何て言うんでしたっけ、著作って、ミッツバル、ミッツバルって、ミッツバルってあのマネージャーの仕事っていう本、なんか結構有名な人ですよね。なんかこう、つかみどころのないマネージャーの仕事をなんかちょっとこう、あのそれこそ今でいうこうエスノグラフィー的な感じで張り付いて調べたら、なんかいろいろやってたみたいなもんですよ。そうなんですよね。人事書、例えば何だろう、あの利己的な遺伝子とかはビジネス書には入んないんですね。ビジネス書じゃないんじゃないですか。科学読み物とかですね。うん、そうですね。俺は読んだことないですね。それなんか25周年のなんか真相版みたいになってて、やっぱ古典をね、やっぱり。ホモサピエンス伝説とかって言いますよね。あ、バルモラ、バルテン、それ言おうと思うんですよね。あれはビジネス書になるんですかね。あ、ちょっと違いますかね。やっぱ違いますかね。ああ、そうか。そういう意味ですね。ビジネス書っていうのは。確かにそういうと難しいですね。確かにそういうとビジネス書の面白いのないかもしれないですね。最近はなんかそのなんかノウハウ的なビジネス書というよりかはちょっとやっぱ原理原則っぽいところが気になり始めて、まあこれにたどり着いたのもそれの一つなんですけど、すごいですね。なんか源流をたどりたいみたいな、なんか源流というか、でも確かにたどろうとしてまたなんか流されて、そうそう、前の顔みたいな流されます、ね、あ、結構流されてる気がします。そうですね。流れちゃう。さっきあのロダンバルト の, あの物語の構造文学とか、もう昔結構構造文学とか、ああいうの結構好きです。でもさっきの何でしたっけ、あの、線の顔を持つ男とか、はい、あの辺のこう物語論とか、あの、ね、あの言語学とか記号論とかが結構昔から好きだったんですよ。なるほど。だからこれは結構ハマりがいいというか、うんうん、ああそうですね、その辺素養があれば。記号論でいうと最近あの言論カフェであの2回イベントがあって、あの一般記号学、一般グラマトロジーみたいなのを東大の先生が立ち上げるみたいな。石井さんじゃない、石田さんですね。大人のためのメディア講義的なタイプがあって、その方の言論カフェの講義は面白くて、なんかもう記号論、記号学、記号論、なんかすっかりこう今流行らなくなってしまったけど、そうですね。でもなんかさすがパリ大学ですね、今年。もう一回あのこうマスコミあった可能性っていうのをもう一回こう今のインターネット時代にあの取り出していこうみたいな。いいですね。でタブレットみたいなものがある中で、そのこう、つまり紙に書いた文字とかじゃなくて、そのスクリーンに出てくるテクノロジーの文字っていうもので、その今のこうインターネットとかを全部捉え直そうみたいな話をされてて
すごい。で結構講義の大半がフロイトの話とかになってて、無意識の話とかは非常に面白いですね。いいですね。石田さんだと超面白い。もともとフランスの、表彰文化論みたいなところ、うんうん、なんか東さんのあのなんか講義出てたみたいな話されてましたね。なんか記号学会にたまに行ってて、そう、石田さんは割とそこの偉い人なんです、うんうん、でなんかいつもそのゲストの人、例えば僕行った時スティーブ・レール来てたんですけど、うん、なんかこうスティーブ・レール、うん、土曜日やってましたね。あ、本当ですか。アンチュ・シティッチ・ユーレフランスから哲学の有名です。そうそうあるよね。まあ、そうですね。あれ現場も面白い話にされてます。あ、だからそのね、スティーブ・レール、ね、そうそうそう、なんかそのなんですよ、計算めっちゃ面白かった。スティグレール公演が1時間ぐらいあったんですけど、それがね、さっきの大林さんの話と結構ね関係が深くて、有限のゲーム無限のゲームみたいな話をしてて、で Facebook とか Google とかによってインターネットは当初持ってた無限のゲームの可能性っていうのがまあこう封じられて、すごくこの有限的なものになってしまったみたいな、要はインターフェースが単純化したせいでみたいな話。だからそれはまさにこう検索しなくなってパッシブに情報をニュースフィードとかで受け取るだけになってしまったみたいな、レコメンデーションでフィルターバブルになったみたいな話でもあるんですよね。なるほどね、うん、でそれはなんかちょっと言い方変えると、なんかそのアラン・ケイのダイナブック構想みたいなのが、当初持ってたパーソナルコンピューターが個人をエンパワーするっていうものに対して、今のタブレットとかスマートフォンのスクリーンっていうのが個人をなんかエンパワーの逆、なんかこうパワーを削ぐみたいな方向に機能してるっていう問題でもありますよね。すごいですね、ボイスブライスなんか読むんです。うん、なんとなく。ちょっと最近あのアートの勉強を、アートコレクションを始めたのがありまして、あ、これもすごい面白いですよね。あ、そうなんですね。これから見ますよ。これと岡崎さんの何でしたっけ、絵画の準備を、僕はもう十分な気がします。うん、これ今コツコツ経験の条件を読んでますよ。経験の条件途中で諦めました。面白いんですけど、あれ結構頑張ってね、面白いですよ。もう年単位の時間かけながら、ね、読んでますよ。めちゃくちゃ時間かけてかじりついてますよ。あ、確か面白いんですよ。なんかすげえ一回読んでもらんないけど面白い。なんかあれだ、これは、そうですね、コンテンポラリーアート誌で、まあ、これとあとあれですね、サワラギノイの、サワラギノイですか、アート、脱なんとか日本なんとかみたいなやつ。何も覚えてひどい、ひどい連想しかできませんね。なんとか日本芸術みたいなタイトルじゃないですか。この辺の本のあれって、80年代ぐらいからわーって、こういう本が出された、0年代中盤ぐらいまで、うん、わーって走って、そのまま今の情報をインターネットで追いかけて、なんとか追いつくみたいな本ですよ。いつも思いますけど。あー、これ確かに、ね。これは多分、2005年ぐらいですよね、確か。うん、あ、もっと前だ、2002年か、時間経つの早いな。今でも、一番最も、影響を与えるっていうアーティスト、うんうん、アーティストでデュシャンなんですって。ゴッホじゃなくてデュシャンになった。デュシャンはね、そう面白いと思うんだよな。そうなんですよ、僕もね、あの最近あの注文したあの作品というか作家のテーマがね、デュシャンでね、要は次元の芸術って言ってるんですよ。ディメンジョンの芸術って言って、 あれ素晴らしいなと思って、ちょっとコレクションに加えたいと。いや、なんかね、超ひも理論とか言って10次元とか言っててね、面白い人がいるんですよ。超ひも理論。そうそうそう、面白い面白い。お、
っとしてそのこのこのくだり。ハルクさんからコメントがありました。え？そうですね、コメントいただいてますね。結構これタイムスタンプが出ないけど、多分相当もうだいぶ昔ですよ多分ね。そう、気づいたのがちょっと遅かったんで、多分もう離脱されてるのかなと思うんですけど。 あの漢訳の先生です、ハルキ先生。あ、本当ですか。第4巻、本がありすぎてどれがどれかわからないけど。すごいすごい積まれる、何かの編集会議的な様子を呈してるみたいな。違うテーマに入っていく。なんかね、なんかだいぶ当初のテーマからスライドしていくわけですよ。素晴らしい。山積の方。まあ、ある種これもコーパス的な何かですよ。はい、そう、コーパスが。そうなんですよ。なんかこれのマッピングしたいですね。この話の流れに合わせてこう本物の情報設計見せてやったんですね。何それこう適当に言ってるんで、あの一緒に突っ込まないでください。いや、なんかあの映画のなんか宣伝によく見る、なんか世界をこれが丸々だ的な何かを連想しました。ピートしてはそっか。ピートシーンはどうでしょう。あ、パンツは履いた、それはあった。クリームとシンチロー、多分そこの辺で合ってる。いや、ここじゃないですか。いや、その前なんか自分がじっくり来るとこに入れようかな。確かに。あ、ここじゃないですか。いや、そこじゃないんですよね。でもこの辺取ってきた気がする。いや、でもそこだった、そこだったよ、そこ。そこまでやるかな。これは、いや、まあ置いといていいか。そう、全然今後で。文脈にはまらないやつ返します。あ、じゃあ日が済みで浮いてみたらいいですけど、文脈にはまらないやつ。この辺ははまるでしょう、組織の中なので。ああ、これの辺はちょっと難しいかもしれないです。ここに並べます。並べていいですか。そうなんですか。大丈夫です。ああ、大丈夫です。並べてもらいたいです。並びましょう。まあ、これが中心にします。中心というか、まあ、これをマッピングしたらどうなるんですか。インザビギニング的な感じで。この方がテチャユーはね、ここですね。ゾーンビステーネやん。溝もあんま関係ない。いや関係ありますよ、関係ありますよ。だって関係ありますよ、だってここに繋がってるんで。ああ、なるほど、ね、そうですか。そこまで一生懸命ことじゃない。いや、もうお任せしますですね。じゃあ私はアシスタントみたいな、こういう感じに繋がってるんですか。ちょっとね、なんかちょっと謎な感じになってますね。ちょっとじゃあそのライブカメラを微妙にこれが映る方がいい。お前何言って、そこ何が行われてるかよくわかんない。ワーマン、ワーマン、アクセス、まあ、アクセスが一つ、ドン、アクセスが一つ、ドンが、ドン、ドンの、ドンここかな。どういう配置なんだろう。一応ね、こっちが時間ですね。おう。で、ここはまあ、あの統計図みたいなもんなんで。時間か。こうでしょうね。こう。日本のね、今日の主役の。あ、主役が。本当です。主役。全然関係ない話だと。主役が。これどこに繋がるんでしょうね。難しいですね。そう考えると。ここが空いてますよ、すごく。ここを繋ぐ流れって何が。哲学史とその情報社会論とか、なんかコンピューターに関する話とかが混ざったところにフロイリーさんの思想があると僕は思いますね。ドントメイクミシンクっていつ出たんですか。初版書いてないですね。2004年は第3版ですよね。でも多分この辺ですよね。
それもだから初版は90年代です、ね、まあ、だと思います、うん、ここまだここ90年代ぐらいです、ね、いい感じですか、ね、飛んでますね。0年代は不毛な、ここなんでしょうね本当不毛ですね。でもまあ不毛なんじゃないですか、0年代は実際問題0年代あたりじゃないですか。ああ、そうなんですけど、これは文脈に組み込まれてないと思います、うん、あ0年代ね、なんていうんですか、その新しくちゃんとこうパラダイムをこう何か、うん、になってないというか。じゃあそのティム・バーナーズ・リーあ、そのちょっと左にあるんですよ、ウィーピング。あ、本当だ。これどこでしょうね。これが入れるとまた面倒くさくなりますね。なるほど。すいません。いやいや。すいません、あの僕の勝手な気持ちが分からない。必ずボール投げてるんだよ。これいつですか。いや、こういうのもね、書いてないですね。こういうのも、まあこの辺置いていきましょうか。でもこの辺にも近いよな。こう置いちゃいましょう。それはだいぶまたあれですね。これでも話しました。もうね、ワールドウォーツーぐらいの時代ですか。あ、これは？あれは確か90年代後半ですよね。でこれが2.0 は0年代かな。まあその辺かな。ちょっと確認しましょう。初版は